IOC= 国際オリンピック委員会が北朝鮮へのスポーツ用品の輸出について制裁対象から除外するよう国連に求めていましたがアメリカが反対し却下されていたことが明らかになりました国連関係者によりますと IOC は今月3日オリンピックの準備に必要なスポーツ用品を制裁対象から除外するよう安全保障理事会に所管で求めていました ししかしアメリカが25日に委員を申し立て要請は却下されたということです IOC のバッハ会長は今回の要請について朝鮮半島の緊張緩和に IOC がスポーツを通じて貢献するための行動だとコメントしています安保理の制裁決議では北朝鮮への贅沢品の輸出を禁止していてスポーツ用品も対象に含まれています